というわけで、一応ですね、この中国需要定理による計算を、各種ゆっくりとご情報で解く、方法ですね、紹介しましたので、一応、例題を解いてみようというわけです。で、そこで、今回取り上げるのは、そのテキストの問題3.59というのがありますので、これを解いてみようと思います。ここで与えられた連立線形構造式は A が、整数ですね、整数で A が5を法として2に行動で、6を法として3に行動で、7を法として5に行動であると。そういう方程式を満たす整数 A を求めましょうっていうのが、もともとの演習問題だったと思いますけれども、先ほども申しました通り、この条件だけですと、この解というのは、法の積、NI の積を法とする不定性がありますから、ここでは非不可解最小のものを求めるということにしたいと思います。これで解が、求めるべき解が1に定まるわけです。で、やり方としましては、その先ほどの、中国需要三法の定理ですね、定理4.62において、その N1 イコール5、N2 イコール6、N3 イコール7と、これは法の方ですね。それから常用の方は A1 イコール2、A2 イコール3、A3 イコール5ときまして、これらに対して E1、E2、E3 を求めて、で、条件を満たす A を求めればいいんですけれども、その A の条件にもう一つ加えたのは、一応非不可解最小ということだったので、その法の N1、N2、N3 の積である210未満のですね、非負の A を求めましょうということにします。で、ここからはまず E1、E2、E3 という数をですね、順番に計算していきます。で、まず E1 の計算なんですが、N1 が5ですので、N1 スターはその残りの方の積ですね、N2×N3 ということで42になります。で、ここでまずその N1 イコール5を法とする N1 スターイコール42の逆元、情報の逆元をこの各種輸血のご情報で求めるということになります。で、そうしますと、これ42と5からですね、その各種輸血のご情報を使うと、こんなふうにバーッと計算が進みまして、で、マイナス 2×42 プラス 17×5 イコール1という関係式が得られますので、そうすると、マイナス2というのが、その5を法とする42の情報の逆元の一つなんですが、一応ここではその、とりあえず正の値にとって、逆元を取っておくことにしまして、マイナス2かける、マイナス2プラス5の定数倍というのは、これ、解ですので、ここでは E1 を、情報の逆元を3を取ってきて、で、3に42をかけて126を E1 としておきます。で、次に E2 の計算ですけれども、これは N2 を6として、あと N2 スターをその残りの方の積ですね。ですので、35としますので、で、これは N2 イコール6を法とする N2 スターイコール35の逆元を、この拡張ユークリッドのご情報で持ってみましょうということで、35と6からですね、拡張ユークリッドのご情報を実行していきます。それで、これもざっと計算していきますと、マイナス 1×35 プラス 6×6 イコール1という関係式が得られますので、そうすると、この時の逆元はマイナス1ですね。で、正の値にとると、これ5になりますので、E2 は 5×35 として175としておきます。で、最後、E3 ですけれども、これは N3 が7を法としてですね、N3 スターは残りの方の積ですので、30ですね。ですので、7を法とする30の逆元を、各種ユークリッドご情報によって求めます。で、それもやっぱりこうバーッと計算していきますと、
マイナス 3×30 プラス 13×7 イコール1という関係式が得られますから、その30の逆にはマイナス3となりますけれども、一応7を法とすると、まあ、4もこの30の逆減ですので、E3 としては 4×30 で120としておきます。で最後に、A の計算なんですが、まあ、今まで計算した E1、E2、E3 とそれから最初に合同式、線形合同式が与えられている、A1、A2、A3 の、まあ、積の和ですねを求めると、とりあえず求めると1377と出てきまして、で実際にはこの1377プラス210の定数倍というのは全部この解になるわけですので、まあ、その中で、210未満の皮膚の解を求めるという求めます と、A は117と求まります。で一応検算しますと、まあ、実際に、まあ、5で割った余りが2ですね、それから6で割った余りが3で、7で割った余りが5ということになりまして、まあ、与えられたその方程式の条件を満たしますので、まあ、ここで求める A は117であるというふうに結論付けられます。ここまでいいでしょうか。まあ、とりあえずですね、定理のステートメントだけ見て証明はちょっとじっと 見て、まあ、理解する必要があると思うので、まずはこう手を動かしてですね、計算例をいろいろ計算しながらこう理解していくのがよろしいのではないかというふうに思います。はい、ということで今日はちょっとだいぶ短いんですけれども、この後皆さんに実際にちょっとレポートの方でですね、計算をやってもらいますので、まあ、そこに少し時間を取っておきたいと思います。ということで、今回は拡張ユークリッド誤助法の、まあ、応用ということでですね、まあ、中国徴用三法をということで、まあ、拡張ユークリッド誤助法を用いた中国徴用定理の計算法について、紹介しました。で次回ですけれども、この今日紹介した中国徴用三法の計算量の見積もりを中心に話をしたいと思います。でそのために一応これまで少し説明を延期してきたですね、序算の計算量ですとか、それからユークリッド誤助法もしくは拡張ユークリッド誤助法の計算量についても触れた上で、この今日やりました中国徴用三法の計算量について説明していきたいと思います。それからあとですね、去年までにこの授業を履修した人向けの連絡なんですけれども、今年は去年と少しここだけ授業の順番を変えております。で、この来週が次回か次回行う今年次回行う予定の内容というのは、去年までですと第13回あたりで行っていた内容なんですが、これをちょっと順番入れ替えて、次回第10回第11回に、持ってきておりますので、まあ去年も受けて今年も受けてるとかっていう人で、去年のものを使って教材を使って予習するという場合にはちょっとご注意してください。はい、よろしいでしょうか。では今回の講義はこのぐらいにしたいと思います。どうもお疲れ様でした。